ぼや <laughs> あれどうなってるこれなかじめじめ髪が襲ってるわよしよ。あなた痩せましたか太ったなんで痩せたっぽい,ぽい太った太ったっぽい嫌だ フェーム機能をお聞きの皆さんこんばんはレレツイートのちょっとだけ始まりますお相手はレレチと山マですこんばんはこんばんははい寒いですね寒いですねこっちの中は暖かいですスタジオはねうんでももう心も寒いえクリスマス前だからそうですやさぐれておりますえなんでなんでデート…あなんかないんですかデートってデートがないんですよへぇそうなんだ <laughs> 興味ない <laughs> はい。はい、うん、興味ない <laughs> えい興味あります私のデートにありますあるんだ、はい、へえ教えないけど <laughs> 今日はあるですね、はい、ちょっと終わった後に呼び出し物の絡みですね、うん、無視しますけどはいうん8時半からのはい あ、8時半から9時までの30分間の生放送となっております。今日のテーマは2017年。<laughs> なんで鼻で笑うんですか。2017って言っただろ。2017の方がかっこよかった、ね、あ、ごめん。<laughs> はい。はい、うんえー。実はこの放送、うん、今週が今年最後でございます。はい、イエーイ。 来週はねもう曲がちょっとお休みになっちゃうのでうん、うん、はい、あ、FM ナー自体がねうん、うん、それでちょっとね番組もお休みさせていただくんですが、はい、ごめんなさいねこっちの都合で、はい、えー、それで今日、えー、今年最後ということで「はい、振り返り2017年」でございます、はい、どんな年でしたでしょうかね、うん、皆さんねはい、はい こんないいことがあったよこんな悪いことがあったよなどなど皆さんぜひぜひ絡んできてくださいねはいで俺が喋ってるしうん言いたかったけど山内さんが全部言っちゃったごめんなさい言っちゃったよはいこの番組ではメッセージコメントたくさんお待ちしておりますメールアドレスは 797-FMGNO1 ドットコム 797-FMGNO1 ドットコムとなっておりますおはよううん はいじゃあもう CM 行った後とが釣り話しますか <laughs> はい CMGO <い> <laughs> あースチプリウムさんあと皆さんクリスマスの予定とかもねうん2017年だもんね <laughs> クリスマスまだ、うん、うんうんうんあゆきキヤッホー てっちもやっほーてっちもやっほーゆきもやっほーふへ <laughs> 軽っゆきって女の子の名前みたいな、ね、すぐ女の子にしたがる違う違う違う一応ほらわかるからあれだけどあったからね男もイケる感じま、ほれ、急にまあまあまあ、イケと言われれば <laughs> そうなんだやば、うん、<laughs> やば実際ね経験ないからわからないじゃないですか あ、なるほどな、ね、うんあなた女の子行けますかう,ーんうんうん行ける行ける行ったな <laughs> 女同士はまだいいよねこの番組はレレツイートの「ちょっとだけ」だから <laughs> なんで毎回鼻で笑うんですか なんかね、うん、普段のやっぱ喋りとこのラジオの喋りの声のトーンが違うので本当ですか、うん、笑っちゃう普段どんなですかねえーなんていうんですかねうーすみたいなね <laughs> 絶対嘘だうーす <laughs> みたいな イメージ悪くなるやめて。おはようございます。今日もよろしくお願いします。何言ってんだか。えじゃあいつもの感じでみたいな。何言ってんだか。えテッチさんクリスマスの予定なんと女の子とフレンチデートです。絶対嘘。そうなの？うん。いやいやいや。絶対嘘。なんで嘘言るんですか？絶対嘘だね。素晴らしい。いいですね。クリスマスにフレンチデートなんてなんておしゃれな。もう嘘だから。あそうなの？じゃない？多分。いやいやいやわからないですよ。 <laughs> そうなのかないいですね、うん、さてさて、うん、今日のテーマはい今日のテーマは2017そうです、うん、皆さん2017年今年もねあともう1週間うんうんとちょっとうん、うん、そうだね、うん、10日ぐらいですかねで、うん、終わろうとしておりますその前にクリスマスあるけどね、うん、そうですね クリスマスのテーマもしようかなんつって先ほど話してましたがどうもクリスマスはねやっぱりお互い何にもないから喋ることもないね一緒にしないでください私は予定いっぱいありますよすつけ仕事仕事土日仕事なんだはい私土日月全部仕事ですまあまあまあ書き入れドリッキーですからねあなた方はねうんうんうん <laughs> 僕は明日は仕事ですけど日曜日は親あ仕事入ったよかったじゃないですか仕事で予定があるじゃないですか家庭がありますからねっ一緒に過ごしますどうせいやえー、っとね <laughs> 明日はね一応 <laughs>、はい、は過ごしますよ、うん、おおいいねいいでしょう、うん子供たちと過ごさんとねはいはい奥さんもそこに入れてくださいはい さあレレッさん、2017年どうでしたか、今年はラジオ始まりましたね、と言っても山内さんと出会って今年は2月くらいか今年の2月に出会ってこうやってラジオすることもできリスナーさんのみんなとも出会うことができレレッはとても幸せです。はい <え>へ、<laughs> かつくわ舌 <laughs> 打ちされた怖っ <laughs> はいうん2017年ですね私怪我ばっかりしてたかもああケツも怪我してたねそう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 、うん、病院ばっかり行ってたかも今年はああんかイメージありますねうん今病院封じのね封じ病院封じって何そそそそんなイメージですそうそうそう、はい だから、来年は健康的にいきたいなと思って、うん。そうですね。ちょっと体が弱いんですかね。うん、か弱い。はい。はい。<laughs> なんか今日ムカつくな、どうしよう。<laughs> やばい、<laughs> 怖い。<laughs> はい。ええー、さて、うん、先ほどのてち君。はい。ええー、場所と時間は決まっているので、あとは相手を決めるだけです。うんうん ほら、妄想だったでしょええー、ちょっとさデートしてこう <laughs> なんて言うんですかねネタを作ってほしいですよね、うん、うんうんうんまあ無理だろうねそうなんですかまあクリスマスはささすがにちょっとわざとらしいにしても、うん、普通にデートはどんななんですかね今年デートしましたかうんした何回わ <laughs> かんない23回とかじゃないお なんじゃそりゃ。あったですか？いや今年はうんだから体調ばか崩したからなかなかね外に行くこともなかったし、うん。やぐまい。ゲーム。ゲーム。今年はゲーム。ゲーム今年はゲーム思い出ゲームしかない。マジで。うん。テレビゲーム。うん。何ですかゲームエルゲ。 <laughs> 一緒にすんな <laughs> 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 はいいっぱいコメント来てますよさあ紹介していきましょう、はい、えっとですね、うん、こっちからいこうみそさんはいこんばんはデートして,てデートしたいんだ空いているのかな、うん、どうでしょうかねえ <laughs> うんあのー、やっぱねこの、はい、なんていうんですかね、うん、やったほうがいいと思います本当にちょっと無理してでも何してでも。 無無理理って何の無理ですか相手は誰でもいいからとりあえずデートしようってことでもいいですしうん、うん、何かしらやっぱアクションを起こしていけばそれが経験値になっていくわけですよなるほどねうんあと1週間ちょっと今年あるんでじゃあ私のこと誰かデートに誘ってください <laughs> そうですよさて、えー、みささん <laughs>、はい、体は敏感で弱いんですよねうんうん,うんどういう意味かなどういう意味わかりますよねわかんないわ <laughs> かるやし なんでそういうコメント拾っちゃうかなあ鶴つるくんさん初めまして初めてうんあ絡んだことはありますよえどういうことラジオに来てくれたのは初めてですああはい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 えマイクラしてたあれレちってそうなのゲームですねマイクラってなんですかなんか無限にできるっていうやつマイクラって無限なんか作るやつですそうそうそうあれです シムシティの無限版でしょって <laughs> んか見たんだよこれ見てから<ー>おお面白そうと思って楽しいけど、うん、飽きたあ秋<ー>っぽいもんねいや<い> <laughs> えー、みそさん「<laughs> はい、空いていないからやれない」ってそこデートじゃなくて「やれない」が目的なのかないやこれはカッコでデートをやれないってことですえー、でもカタカナですよこれ。 まあまあ変化ミスですなるほどねはいうんテッさん僕も上半期は一日中ゲームしてましたがはい下半期は朝から晩までゲームしてました変わんねえうんテッさん謎なんだよなそうなんですかただのオタクっぽい感じじゃないですかあのそんんななな感じがしいだよそうなんん。 シプレムさんたまには命の選択で嫁以外の女性とデートしたいなダメですダメですダメですですはい考えてください山内さんが言ってる偉そうにそれはそうですよ僕はもうそんなないですからねえっとメールも来てますねはい紹介します邦ちゃんさんいつもありがとうございますありがとうございます年年今 FM ギノアに出会いましたなん<ー>だろうこの出会いは沖縄と全く関係ない自分が関わる、うん、不思議ですね一期一会って素晴らしい今年最後なんですね、うん、レレッチさんのコケシは最近調子いかがですかまた来年くにちゃん <laughs> いつも思うんですけど、うん、コケシって何ですかわかるよねわかんないわかるものとして進めてください え、わかるんですか当たり前じゃないですか何ですか教えてくださいあの、電気で動くやつスイッチやり車、ブー,ブー <laughs> <あ>ってブーってマッサージ機ちげえ、かる <laughs> <laughs> いや、あなた電話も分かってたじゃないですかはいはいゆき <laughs> さん、うん、デートしたいから JK お散歩に行こうかななんすか ?JK お散歩って女子高生とお散歩に行こうかな ああじゃあそういう相手がいるってこと女子高生のわかんないどうなんでしょうかうんあんまり若いとやばいですから気をつけてくださいねひきさんちょっとやばいよなうんうんああお店お店お店ねってキャバクラかなあなるほど J.K. の格好をしたってことですかね わかんないやいやいやまあクリスマスでもいつでもそういう飲み屋があれば僕は行きたいですまあ山内さん女がいるとこだったらどこでもいいですもんねはいよーはい <laughs> <laughs> えーっと、うん んさ全くその通りだ全く沖縄のラジオなんて聞くことなんてないと思ってた私もということですねありがたいねこっちの方がでもありがたいですよそうそう皆さん関わってくれてねこんなやって広がってくれるというのは嬉しいことです嬉しいさて2017皆さんいかがだったでしょうかどんな年でしたでしょうかあなたはまあまあね病気がち病院と。 うんお友達でも私今年はあれなんですよ大事な年だったんですよなぜかっていうと20代最後の年だったんですよ29私今29なんですけど来月で30になるんですよ1月なんですか私1月早生まれなんですけどだからだから今年20代最後の年だったんですよへえそうなんですかいやなんだろう 今日はもうでこピンかなリアルにあのですねすっごいクリスマス前で忙しくてちょっとなんかどっかねじが外れたんだと思うあんまかんないですいつもとなんか山内さんに言われたくないやだやだええ南の島のフリムンさん「ただいま昼夜昼夜二日通しで仕事で意識飛びかけてます」 えー、2017年振り返り。はい、3月前にキャスで初めてレレチと知り合い、はい、毎週楽しみのレレツイートの愉快な仲間たちの一人になりかけていること。<laughs> ありがとうございます。残念は大好きな釣りを3回しか行けなかった。ああ<ー>これはね大好きなことをねあれするっていうのはちょっとね。うん、釣り大好きなんですね。うん。船釣りかな。なんだろう。漁港行ってからとかかな。はいはいはい。やったことない釣り。はい。 行ってあります？ありますよそれ。は楽しい？うん。うん何が釣れるんですか？アバアバアバサアバターでした。なあとアバサでした。アバサね。うんうんとかですか？アバサはあれでしすよ。あれ専門でしょ。あれ専門。うん。あれっつってもどうしようもないでしょ。まあでも釣れますよあれもね。うんそうなんだ。そうそうそう。 あなただからどんな一年だったんですか<あ>さっきからもう病院の話しかしてない今年最後大事で終わりましたよ今年ですか,、うん、だから今年は、うん、あもう病気もしつつじゃ違じゃう,違う,違う今年最後の話下りから変なことするから話題が変なところに行っちゃったでしょ何ですか変なことってイエーイとかするからしてないしたじゃんん <laughs> <laughs> だよこの回は。 だから20代大事な年だった大事な年だったそれでどうでしたか大事な年で花開いた何かやろうと思ったんですよらそのイベントごとには思いっきりはっちゃけようみたいな例えば夏だったら水着でビキに来てイエーイやりましたやってない浴衣着て祭り行って花火見よう でききななかかっったたでで、はいハロウィンハロウィンコスプレしてチャタンに行こうできなかったできない仕方ないからうんねこっちでね放送でね放送コスプレしたうんあれ多分今年最後だねコスプレはもうできないねクリスマスとやればいいですよサンタ無理無理無理どなかいいっぱいありましたよ 袋とかサンタが持つ袋になればいいし。なんでサン、なんで袋になるの？ひげになる、サンタの。意味がわからない。誰のひげになるの？意味がわからない。だからひげ風潮してからサンタのひげですって言ってくれまし絶対滑るよね。やだし。山内さんがやってくださいよ。やだよ。クリスマスはクリスマスももうはっちゃけようと思っていたけども、思ってたけど、やっぱり仕事でできないから。 もう今年20代最後なのにって悲しみながらゲームで終わるはずでもまだ30になるまであと1か月あるから私はいはいはいその1か月で何かしようかなって思ってる、うん、じゃああれですよ本当に年明けたらなんかはっちゃけたことをした方が成人式いけば、うん、は成人式で20代の中に30代入るの <laughs> やばいでしょうわ浮いうわてる浮いてるって <laughs> <laughs> キッズやだしさて、えーはい、そんな皆さんの振り返りですが s u p r さん、はい、そうそう僕も今年一番印象に残ったのは <laughs> FM 技能ワンとの出会いかな、うん、山内さんが局長とも知らず失礼なワードを連呼していじりまくってたな今年一年失礼をお詫びし来年はもっとディスりますねおお いいですねそうですね、失礼でしたね、確かに <laughs> 言っちゃった、はっきり。<laughs> <laughs> さあ、め、えーはいちゃんも来ましたね、今年最後なんだね <laughs> ということですね、最後なんです、残念ながら。シプレームさん、はい、今年は北海道までスノボに5回行ったのに、<laughs> 沖縄に1回しか行けず、悔いが残るな。あ そうなんだ今年、<海>旅行はどうでした今年、一回も行ってないんですよ、あ<ら>びっくりすることに。あ<ら>な今年、本当にあれですね、なんか、そこまで何もしてないうんしてなくて、ね、ほとんど家にいたんじゃないかな、すごいな、ある意味すごいよね、ある意味すごい、YouTuber っぽくなりかけてる、キャスして、家にいて <laughs>。 必死にリッチじゃないですか怪我をネタにしてキャスしてみたいなもう何かしら自分の何かね不幸をネタにしてたかも今年うんああ <うん S 1> まあそれもいいですねいいのいいんじゃないですかやっぱそういう年ありますよそうなのかな一回ねちょっと止まって考えてみるっていう自分の人生を何ですかそれ <laughs> 自分の人生を考えることもないか やばいもう言いたい放題言われてます私やばい何ですかもうはいはいえーっとですねセル、はい、くんさん行くかな、うん、あえー、っとね、はい、南の島のフリムンさん、はい、何釣りでもしますよ釣り道具は百万ちょい <laughs> すごいね釣り道具ってそんな高いんですかだから本物なんですよ何ですか本物って釣り道具って本物とか偽物とかあるんですかじゃじゃ本物の釣りマニアです あなるほど僕はもう本当に友達から借りた普通の,あのよく見るあれとかうんうん、うん、グルクンとか釣れるやつですグルクンとかは釣れない <laughs> あまあ釣,れ釣ろうと思えば釣れるか本物ってことは何ですかなんかカジキとかマグロとかそっち系マグロとかそういうなんていうのか大きいのも釣れるんじゃないですかえー、すごいえ鶴、ー、く、うんさん30になって1か月たった私だ何にも変わらないぞ変わるんですよ変わる変わる変わりますか 私最近肌ののりが悪くて女性は曲がり方どうですかねうんもう化粧水に顔つけて眠りたいやってみてくださいしわくちゃになるかも逆にやってあのスノール撮って送ればいいですかはいえっとめいちゃんさん「ひかきんめざスノー」ってあそうですよ「M ステ」に出てました先ほど すごくないですか。すごいね、誰かから聞いたんだよ。あなた、多分私だと思います。何でも話しますね。すごいのがいるって言ってたよね。うん。面白いですよ、あの人。すごいね。はい。ええ、けんちゃんさん、今年始めてみたのに、最後なんだって。はい。残念ながら、最後なんです。そうなんですよ。ぜひね、来年一時間になりますので。はい、よろしくお願いします。お願いします。さて、ゆきさん。はい。 今年は沖縄のゲイさんと仲良くなりでもゲイさんに振られ彼は、えー、那覇から南大東島に帰ってしまいましたあら <laughs> 私この方知ってるんですよこの相手の方ですよ、うん、なんかすっごい私文句言われました何、うん、であのー、ちゃんとしなさいよその,いその人は、うん、そのユキさんのこと好きだったんですね。うんうん、でも振られたってよ <laughs> だから、振られ もう向こうのなんかちょっとなんて言うんですか強がりみたいな感じだったんですよ結局ああ本当はね、うん、本当はあれだけどっていうこと隣にいた私が文句言われました何なのよ、ね、<々>あの子はって <laughs> 私のあれに全然答えないじゃない <laughs> 実,は実は付き合ってんじゃないのみたいなああ<ー> <laughs> そういう感じですねうん なるほどねね怖いですじゃあ今からでもねメールしてからにゆきさん本当は好きだよって送ってみてくださいそうそうそういいと思う南の下のふりむんさん砂部ではツ骨折するしねかっこ笑いかっこ爆笑ひどいすごい痛かったんだから太鼓さんも来てますね初コメということでありがとう初ですかね多分2回目じゃないですかね見たことあります あの元ホストはい、みんな大好きホストでございます私も大好きホストスプレムさん僕はギロッポンで女性を釣りたいダメダメダメヨメちゃん大事にしてくださいそうですめいちゃんさん一時間になるって瞬間移動するのあ時間移動するのだごめん瞬間移動って言っちゃったそうなんです九時台になります 9時からの1時間来年からぜひ皆さんあのお付き合いしていただきたいと思いますはいよろしくお願いしますさあもう時間となりました早いねやっぱり30分あっという間だなちょっと早すぎるなあのじゃあ振り返りますかいい年だったかどうだったか今年はどうでしたか漢字一文字でお願いしますうん痛い確かに なんか人としても痛かったな、みたいな。納得するな。もう物理的にも痛いし、人としても痛いしね。最低言われたくない。ひどい。まあそんなね。うん。えー、レレチさんでしたが、本当にね、来年は、どんな年にしたいですか来年は、健康で、いい出会いがあり、旅行もしたい。旅行もしたい。 あとはんもっとうまく話せるようになりたいかな噛まずにあー、まあ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 でも上手だと思いました本当に棒読み感あんぱない,いんん <laughs> はいはいということでえつ、ー、る、えー、くんさん最後にコメント紹介していいですかはい、はい、どうぞ全くその通り痛い例ですやめとけ <laughs> やめとけ <laughs> はい いい年になりますようにということで、本当ですね。いや、皆さんもね、本当にいい年にしていただきたいですね。はい。この番組は毎週金曜日の21時、9時からになります。1時間番組になりますので、何かしらね、コーナーとかも企画してやっていきたいと、れれちさんはおっしゃっておりました。はい、そうですね。はい。じゃあ、知れますか。知れますか。はい。 いい年でした。はい。2018年も1月5日ですかね。そうです。最初の番組。はい。スタートは。はい、はい。に、また元気に会いたいなと思っております。はい。うん。じゃあ寒さにも気をつけて、風もひかずに、クリスマス、ね、みんな。ハッピーにね、うん。ハッピーに過ごしてください。うん。お年玉、待ってます。待ってます。<laughs> はい。えー、レレツイートのちょっとだけ。